今日は冷や汁食べようということで、これごまと削り節と煮干し粉とで、これ削り節も室味で伊予2号だから混合削り節、昔の安いやつっていうやつですね、それを使って、作るということなんですが、これらをまずごまはいる、ごまもいる、それから煮干し粉もいる、それからこれもいるって言ったものをこういうふうにすりつぶしました。こうですね、こういうふうにしてすりつぶして、特に削り節の方が綺麗に、綺麗ってある程度粗めでいいんですけどね、で、こう粉になっちゃえば OK ということですよね。で、これに、はい、これは味噌、はい、味噌入れます。はい、味噌結構多いんじゃない？で次に、薬味ですね、薬味として、はい、でその他に薬味としてこれネギとミョウガとそれから南蛮、辛い方に入って青い南蛮の方がいいですね、で、刻んじゃって、でダバッと入れちゃいます。ミョウガも入っちゃった。これ全部うちのやつ。はい、そしてかましますか、かみしますってかき混ぜます。で、これ夏の暑い時にね、いいんですよ結構。で、あとこれ別にすりこげてこす、吸ってるんじゃなくて潰すように混ぜてるっていうのが正しいですね。はい、合わせてました。これ火使わない。いる時ぐらいしか火使わないので、ちょっと味噌感じます。味噌粉、あ、作り置きができる、作り置きができるので、あと手がご飯にかければ、生アジで作ってもいいんだよね。生のアジのね、刺身で焼かないでね、刺身叩きで作るの、それも美味しいの。生のアジあるでしょ、生のアジをお刺身用にして、で、それを全部叩くの。で、生味の、なんていうの、叩きだめな。粗挽きミンチみたいな状態にして、それをこの煮干しの粉の代わりに使うのね。それ食べるとね、それもまた美味しいんだよ。だけど、はい、ここにみりんを入れます。このみりん。で、それから酒。ちょっとね。はい、入れます。で、また、これで、グリグリします。冷や汁ですね、今日はね。いいんじゃない？味噌は手作り味噌だからね。麹の倍のやつ使った方がいいんだっけ、この倍は。うまいね、お前、その味噌取り方。もったいない。それ舐めんなよ。はい、そしてそれに、次は、まだ足すのがあるんですね。はい。まだ足さない。足すのがあって。まずはこれをこういうふうに、なんだ、縁に、なすりつけて、つがこすりつけて、して、それからちょっと焦がすんですね。これひっくり返して。ひっくり返さなくても、まあ、うちはバーナー。バーナーあるのか。バーナー。バーナーで。ひっくり返してね、焦がしたりするんでね。はい。その時はしっかり。はい。それで、要は全体的に焦げるようにということで、このバーナーで焦がすとき熱いかもしれないね。だから作り置きがいいんだ。ヘラ持って大きい方が一回でいくよ。視線使わないで。大きいヘラ使えばいい。はい。はい。準備
備が整いました。じゃあ次にこれで壊します。はい、どうぞ。ガスバーナー、これ一人でに勝手に火つくの？おー、すげえ、すぐんだ。まるであの寿司屋だな。ここでも使われてるやつ。でこうやって壊すんですね。うん、入庫してきたね。いい匂いがしてきましたね。今のはあのいい匂いがしてきた簡単の声ですね。ビール飲んだ声ではありませんよ。なんかでもちょっとあの俺の方に熱い空気が来るんですけど。いや、いいです、いいですけどね。うん、香り、味噌を焦がすと、この焦げた香りがまた美味しそうな感じがしますね。どこ？じゃあ明日なんだってさ。明日、ね、こういう風にして焦がしますよ。焦げた味噌の香りがまた食欲を誘いますね。焼き味噌おにぎりのパターンだね。うん、いい香りだね。こんなもんかな。うん、いいんじゃないかな。ちょっと黒くなった方がね、ちょっと黒くなった方が美味しい。あの、ガスバーナーでやらないときは、あの、なんていうんだ、ガスコンロにこれひっくり返して、持ってひっくり返して炙るんですよ。IH の人は、私のガスコンロ。IH の人は、このガスバーナーは買っとかなきゃダメだし。私は、あの、カセットコンロでやるか。あとは、あの、炭でやってもいいしね。あのファイヤーダンスしながらやってみて。はいよ、いいよ。はい、じゃあこれにスナップバーンと湯気が上がってくると香りが上がってきて美味しいですよ。じゃあ焦げたところを食べてみてください。おう、さっきの生味噌とは全然味が変わる。なぜか知らないけど、やっぱりこの焼くってこのプロセスが入るとネギの香りも、生ネギからなんだ、焼き鳥のあの焦げたような感じのネギのね、あれふな味になるよね。やっぱりここら辺が不思議なんだよな。美味しいと思います。でこれからですよ、まだ続きです。塩もみしたきゅうりと、それからみょうがとパプリカじゃなくてしそ、青じそですね。はい、と水。はい、先に水入れるの？うん、少しときながら、はい、で焦がしたところと溶かしながら、でそこにきゅうりを入れながら、はい、はい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 、どうぞ。ここにまずきゅうり入れます。ダバダバ、これカロリーゼロなんですね。あの、いや、ほとんどゼロなんだよ。世界一、ギネスに紹介されてるんだよ。あの、カロリーのなさすぎる野菜として、あのギネスで確か1位だと思った。で、あのこういうふうなのは、あとアサヒノンアルコールの、ドライゼロってやつですね。これとは話は全然別ですけどね。カロリーゼロ。そこにこの豆腐ぐちゃぐちゃと、ほどほどに、はい、崩しにいってください。もうちょっとぐちゃぐちゃでもいいけど、うん、あ
別にいいよ。あの、うちで食うから。あの、あれほら、あの、YouTube で、なんだ、こう、こう、やるときにぐちゃってやって、でって入れるっていう、そういうふうなやり方してる人たちもいるみたいだけど、まあ、ほどほどにいった方がいいね。うん、はい。はいはい。あんまりあの、そして、この水。またかます。で、ここでなんか、あの、ドライゼロが、そしてさらに、薬味が入りました。はい。もう少し満たしてください。はい。冷たいお水。これ氷入れてもいいからね、全然。氷入れた方がいい。うん、氷入れた方がいいよ。はい。で、これに氷入れてね、浮かして、なぜか知らないけど、これに氷入れて、歯に染みないんだっけ、これは。それは直したからじゃないかな。うん、これね、ま、あの、後で生でやってみよう。あの、生のやつ美味しいよ、あれも。生のたたきで。うん。味の生。うん。なめろうじゃなくて、あれは美味しい。よ。そしてこれに氷を浮かべまーす。今ガチャガチャしてましたけど、はい、氷、はい、のせて、ね、氷浮かべて、はい、そしてな、溶けること前提でやると味噌の味はしょっぺいかなと思う程度のところでいいと思いますね。はい。あ、ちょっと待った、今のままでいいと思う。味一回味見てからの方がいいと思う。一回かましてだよ。薄、今のやつは薄いと思うよ。はい、もう一回それで味見てごらん。多分、なんか見た感じ。それでちょうどいい4ぐらいだよ。いや、溶けるから、ほら。うん、だからそのぐらいでやめた方がいい。と、僕は思います。さあ、じゃあいただきましょうか。いただきましょう。せんか。はい。はい。夏の冷や汁。氷を浮かばせて。じゃあみんなして食べよう。ねえ。それでは、これ。冷や汁。氷も乗せて。ですよ。こう。ここですね、ご飯。こんな感じで。ちょっとスープが少ないから、ちょっと足します。はい。それで、はい。で、食べてみましょう。はい。食べてみますよ。状態でいただきまーす。お、お、落とした。うん、うん、もう一つの何番入ってみるかな。
くんじゃった。味噌がつくねぐなんだ。食べ方汚いって言われないように、ちゃんと。こっちの半分でした。